国費留学生という問題があります。これは何か、外国人の留学生に日本政府がですね、ぜひ我が国へいらしてください、勉強してくださいと言って、留学金から授業料、あとはですね、生活費、そして1年に2回の往復の交通費、これらを全額支給しております。全額支給なんですよ。こんなバカなことをやってる国は日本ぐらいなもんです。そんだけね、余分なお金があるんだったら、なぜそれを日本の若い人たちに回せないんだ。あんな学生ローンなんてなくてもいいはずなんですよ。で、先ほど言ったですね、生活費、月額16万円のお金をこの国費留学生に払っております。この国費留学生約1万人が今おります。1万人ですよ。ということはこれ逆に言えばですね、1万人の日本の子供たちが救えるんですよ。皆さんね、子供たちをね、考えた時に外国人とね、日本人比べるなよという人がいます。しかしここは日本です。日本人の子供を考えるのが当たり前だからよ。外国人は外国人で勝手にやりゃいいけれども、しかしそのね、外国人が日本でこれだけ多くのですね、特権を要求し、そして貪り食ってる中で、日本の子供たちはその学生ローンを借りて20年にわたって返済をし続けなきゃいけない、こんな不条理な世界を正そうと言っているのがこの桜井誠なんです。何度も申し上げます、ここは日本です。日本人がまず一番なんですよ。外国人は二の次三の次なんです。現時点においては東京都しかできませんけれども、都知事の権限でこの外国人への無差別に行われているこの生活保護を即時に止めることが可能です。そしてこのですね、お金というもの、東京都が負担しているのは400億円です。400億円が東京都に戻ってくる、戻ってきたお金を学生さんたちに分け与えりゃいいだけでしょうに、奨学金に当ててあげりゃいいだけなんです。簡単な話なんですよ。外国人は日本で生活できなかったら自分の国に帰るべきなんですよ。